海賊ラジオ、レッズ力船はい、船長の大野瀬太郎ですえ。今回は遺跡ウィンドウを閉じる寸前に、松尾雄介の期限付き遺跡が、なんだか電光石火のごとく決まって発表がありましたよね。で、松尾雄介は本当にレッズのサポーターの心をわしづかみにしましたよね。何しろ一昨年 横浜市から完全移籍で売られずにやってきました。で、サポーターたちはユース育ちの松尾雄介を大歓迎して応援しました。で、その期待に応えてリカルド2年目の去年はキャスパーユンカーがコンディションを崩していたということもあり、たちまちフォワードのポジションを奪って、またゴールも決めて、 さあ、面白くなってきたぞと思ったら、ヨーロッパに行ってしまいました。で、マチエス・スコルジャー監督もね、去年、監督に決まった後、2ヶ月ぐらいかけて、レッズの戦いぶりを繰り返し映像でチェックしたようなんですよ。で、縦に、 早いサッカーを今シーズン目指すわけですよね。ハイライン、ハイプレスです、ね。もう、松尾のプレー続行だったらしいんですよ。だから松尾祐介は、町へのサッカーの中心的役割を果たすはずだったんです。でも、レンタルという形で、海外に渡ることに、 なってしまいました。私は全く知らなかったんですが、松尾雄介の海外志向は大変に強いものがあったんだそうですね。レンタルだから帰ってくるだろうと思ったらそうじゃありませんよね。まだ浦和との契約は残っているからレンタルなんですよ。だからクラブのスタッフは松尾雄介と膝付き合わせて、あと1年。 契約が終わるまで、レッズでやってみたらどうなんだと、まあ、はっきり言って説得ですよ。マチエスコルジャーも買っているわけですから。でも、最終的には、松尾の強い気持ちに、クラブの方が納得して、レンタルという形で送り出すことになりました。まあ、私は先ほど申し上げましたが、よく知らなかったんですけれども、 横浜 EC から移籍した時にもですね、売られずには海外に行きたいという、そんな気持ちは強く訴えていたということであります。年でももう26位になるんですよね。ですから彼は最後のチャンスと思ったのかもしれませんね。で、また今のね、日本代表のメンバーを見ていると、カタールワールドカップのメンバー、日本代表26人のうち、 19人。これ、海外。ヨーロッパのクラブに在籍している選手でしょ。J リーグからわずか7人だったですよね。で、ワールドカップ終了後にも、その J リーグ所属の選手たちも、海外目指して、次から次に旅立っている状況でしょ。そうすると、日本代表になるためには、海外に行った方が、早見しかもしれない。 そんな気持ちになっても仕方がないのかもしれませんが、実は日本代表のキャプテンを務めていた吉田麻也選手が、牧野智明さんのインタビューでこのように語っておりましたね。まず子供たちにはっきり言っておきたい。J リーグを舐めちゃいけない。3年間、または1シーズン通して戦えるだけの体力と気力を備え、 コンディションが悪い時でも7割ぐらいの状態でどうにかなるプレーをすることができたらその時海外へ渡るタイミングかもしれないこういうふうに吉田麻也選手が語っておりますですから十分に J リーグで答えを出し続けていれば海外に渡るチャンスは自然に生まれてくるしあるいは 日本代表が全員海外組であるということは、まずありえないわけで、J リーグの舞台でしっかりと答えを出していけば、日本代表の道、海外への道も開けるということなのではないでしょうか。まあ、松尾祐介さん、旅立ちましたんでね、ぜひとも、見ていた夢をしっかりと掴んで答えを出してもらいたいと思います。 そしてまた将来、三笘選手に憧れている子供たちを、吉田麻也先輩の金言をどうぞ胸に置いて、真正面にサッカーに取り組んでもらいたいと思います。まあともかく、松尾祐介が海外の舞台で光、輝くことを期待しております。 チャンネル登録よろしくね